屋さん野草酵素です。通販限定野草酵素1人 720ml 入りおよそ1ヶ月分税込み7560円。ありがとうございます。食べるんじゃな。ありがとう言うとるじゃないの。ありがとうございます。当たり前のように食べるわ。まずはその美味しさをご実感ください。さらにプラスして先着100名様には薬草入浴剤もお付けいたします。また特設コースにお申し込みあんたもそれそばになろうがな。そんなないから当たり前なんだな。せやな。せや。独特コースは活動に合わせて健康、解約、停止ができますのでお気軽にお電話ください。あったあったあった、熱い。お申し込みお問い合わせは0120-378353 0120みな野草酵素までお電話お待ちしております。野草酵素に使われているこだわりの原材料は全国各地で収穫されています。その中から厳選素材をご紹介します。まずは幻の新木、さらなる安全対策を協議するとしています。アラスカ航空の旅客機による事故をめぐり8日、アメリカオレゴン州の住宅でまあいや住宅で発見と日本じゃないんだ。落下した機体を発見し、熊よけの鈴を鳴らし、幻の神木の生えている場所へ。アラスカ航空の旅客機がイノシデだってどこでだって空港を離陸した後、機体の中が吹き飛んで落下したので、夢で見たんじゃないか。うん、夢でイノシシが出たよって大騒ぎしとった。国家運輸安全委員会に報告したということです。どこに出た？大きな道路へ出るとこな。こっちやけ。大丈夫か？大丈夫だよ。ここの辺の下に大丈夫。機体が地面に打ち付けられたような形跡がなく、怪我人もいないということです。ロシアの高速道路で車両50台以上が絡む玉突き事故が起き、1歳の子供と母親を含む5人が死亡、20人以上が怪我をしました。ロイター通信などによりますと、ロシアの首都モスクワとサンクトペテルブルクを今晩何しよう。何よ。50台以上の車が衝突する玉突き事故が発生し、1歳の子供と母親を含む4人が死亡、20人以上が負傷しました。SNS に公開された上空からの映像では、雪でかぼちゃが雪になった駅員でかぼちゃたこ。おびただしい数の車両が停止している様子も見られます。地元当局によると、事故当時、現場周辺は大雪に見舞われていたということで、あの焼いとこうか。事故の詳しい状況や原因について、当局が調べを進めています。あれか、あれもいいか。冷凍しないといけない。自民党の総裁は今日からアメリカの首都ワシントンを訪問します。現地では講演を行うほか、政府の要人や与野党の議員など会談を行います。自民党の麻生副総裁は今日午前、羽田空港を出発しました。ちゃんと今回の訪問はアメリカの新あの人は金持ちかしら、逃げながら、セブロでも一流とな。そう、300万円もらった。現地では外交や安全保障について講演を行い、日米同盟の重要性などを訴えるほか、アメリカ政府の要人や与野党の議員などの会談を行います。岸田総理は3月上旬にも国賓待遇でのアメリカ訪問を調整していて、麻生氏としては今回の議員外交で岸田総理が訪米する地ならしもしたい考えです。佐藤さんね、JAL 機と海保機の事故なんですけども、我々も時々飛行機に乗りますけども、管制塔とパイロットの人はどういう講習をしているのかって、そこまで正直あまり深く考えたことなかったですもんね。
そうですね。ですから、今回こういった事故を受けて、改めての指差し確認じゃないですけれども、そういってこう安全面に考慮していくということで、少しこう進んでいくといいなというふうに思いますよね。とにかくその真相を早く我々は利用者としては知りたいですよね。そうですね。本当に私たちにとっても欠かせない交通手段の一つですから、そういったあたりは真相究明というのが急がれますよね。はい、ありがとうございました。キャンプを作ったのに、草と草で、キャンプをしたのか、あれ草で。玉ねぎとかのグーもっと入れてくれてもいいんだけど。うん。その方なりもお安心なされ。お前は優雅殿の影武者。優雅は何とした？左京の手の者が放った銃弾に倒れ、今手当てはしております。まもなく傷も入れましょう。要はそれでいいか。吉原の言うとは芝居だと聞きました。しかしもうおやめなされ。このままでは、いや、もうあと1ヶ月半じゃけんな。芝居ではない。初めは芝居だった。あと1ヶ月半でこう来て1年でちょうど。その雪の裏に本気で惚れてしまった。3月7日やった。うん、そうだ。だが、お主に言われるまでもなく、もはやかようなことを続けることはできん。金が尽きたのだ。我が藩は20万両の借財を抱えておる。藩の年貢は年長にあわり、領民は貧苦にあえいでいると聞きます。それだけの借財もあっては当然でしょうが、しかしその元凶を倒せば、災いは除かれる。左京さえ倒せば国は平和になるのだ。それが果たせなかったの。左京と差し違えて死ぬこともいとわ。国を取り潰しになるのか。それもやむを得。今日買ってきた歯ブラシどこ行った？それは早いと思いか。風呂場のとこ、脱衣所、洗面所。それでこと足りると思いか。よう食べるな、あんたも。大阪城にあったはずの軍資金の一部100万両が消えました。徳川家康はゴンベ衛が存在をどっかに救助志向になって、よう食べる。周辺も厳しく調べたんですが、無駄だった。そして200年経っていた戦国左京がまたまたその100万両に目をつけたってわけです。左京はお嬢さんの父親忠兵衛を罠にかけて小川にし、財宝の隠し場所を吐けと拷問。兵衛は口を割らずに死んで、一人娘のお嬢さんは藩から逃げ出しました。そのお嬢さんを
河野さんは江戸で見たんです。どこにいたんだ。月曜庵というところです。月曜庵。